高確率、商品が売れる法則とは？経営のヒントを分かりやすく解説する社長の大学株式会社リンケージ MI コンサルティングの長谷川博之です。営業マンや販売員であれば日夜どうしたら商品やサービスが売れるのかを考えていると思います。世の中に絶対とか必ずということはありませんが、限りなくね、高確率で商品とかサービスを売る方法があるとするんであれば、知りたいと思わないでしょうか。そこで今日は商品やサービスを高確率で売る法則を分かりやすく解説しましょう。最初にお断りしておきます。100発100中ではありませんが、おそらく営業の本とか営業コンサルタントで今日ご紹介することを公言している人っていうのは稀だと思います。その理由はそのことにそもそも気づいていない、または気づいていてもバカバカしいと思っていると思うんです。ということは、この法則を活用して営業とか販売をしている人は少ないってことなんです。先日久しぶりに新聞折り込みチラシを1枚ずつね、こうじっくりとなんか見たんですよ。休みの時に。その中で某リフォーム会社の、A4 サイズのね、両面の一色のチラシがあったんですよ。地味なチラシです。さらには手作り感満載でしたね。で、表の方は家の外壁のね、耐用年数をね、迎えるまでどういうふうなメンテナンスをしていったらいいかっていうね、新築で家を建てました。そして10年目、20年目、30年目にね、どういったメンテナンスをやればいいかっていうのは具体的に書いてあったわけです。10年目も20年目も30年目も、ね、結局メンテナンスはね、塗装を塗り替えるってことだったんですけども、まあね、それも知らない人がいますんでね、家を所有している人にとってはね、ありがたい情報かもしれません。それで、これはどの業種でも応用できると思ったのが裏面なんですよ、このチラシの裏面。もちろん B2C でも使えますし、B2B でも使えます。裏面のことをこれから説明しましょう。これは、よくいただく相談の一覧だったんです。約90個にも及ぶ相談内容が箇条書きで分かりやすく書かれていました。ですから、些細なことから大規模なことまでいろいろな相談内容が載っていたと。そして、キッチン、浴室、脱衣所、トイレ、内装、屋根、外装、外部、玄関、その他の、これ8つの場所にね、別にこう分けて紹介されていました。例えばキッチン紹介しましょうか。こんなことなんですよ。相談事っていうのは、収納スペースがない、ガスコンロの掃除がしにくい、換気扇の掃除がしにくい、調理スペースが使いにくい、デザインが古くて気に入らない、高さが合わない、対面キッチンにしたい、キッチンへの動線が不便、勝手口のドアを変えたい、換気扇が動かない。まあ、こんな感じでキッチンのね、相談ごと、ありますよっていうのをね、紹介していました。で、こんな感じで90個ほど載ってるんですけど、これじっくり読んでいくとね、あるよなっていうね、困りごとに対する共感ですよ。つい自分のことだと思って同化してしまうっていうね。そして一番のポイントは、商品の説明ではなく、顧客の困りごとね、それを伝えてるってことなんで、紹介してるってこと。通常のリフォームチラシっていうのは、トイレ、キッチン、浴槽などのね、高額商品ですよ。その設備とかがずらっとね、画像で並んで、機能と価格が提示されてますよ。で、このようなチラシは残念ながら、今すぐ客、要はすぐに購入する見込み客からしか問い合わせが来ないでしょう。また、今すぐ客は全体の 1% から 2%、つまり、100人いれば、その中で1人か2人ぐらいしかいないので、結局ライバル競合との奪い合いになるというね、その結果価格競争ですよね。ところが、このように困りごとの書かれたチラシ、まあね、そうそう、私もこんなことで困ってたんだよとか、こんな些細なことでも対応してくれるんだね、へーっていうね、誰に頼んだらいいのか困っていたんだとか、まあこんなことをね、読んだ人が思うんですよね。結局、潜在的な見込み客を掘り起こすことができると。つまり、見込み客が相談しやすいっていうこと、ここポイントなんです。さて、これ今のはチラシだったんですけど、営業マンにも同じことが言えます。ほとんどの営業マンというのはセールスですよね。営業っていうのは。
つまり商品を売るのが仕事だと思っています。相談しやすい営業マンになれば必然的に商品は売れます。で、相談されることが商品が売れるっていうのは実はね、絶対的にね、法則なんですよ。この相談をされるまでが非常に難しいんですよね。相談がね、毎日1個ずつね、見込み客とかお客さんが来てたら、月30個の相談を受けるってことは、30個の提案、要は売る商品とかサービスを提案できるってことになるわけなんです。つまり、いかにして相談しやすい営業マンになるか、ここが大きなポイントになります。はい。皆さん方気づいていたでしょうか？いや、知っていた方もね、いらっしゃるかと思います。ただ、言われてみればなるほどなと。とかく営業マンとはね、売ることが仕事だと思っちゃうんですよね。しかし、売るためにはどうしたらいいか、それを考えていったら、相談されやすい営業マンになるっていうのがポイントだと思います。今日はこの辺でやめておきますけども、では、相談されやすい営業マンになるにはどうしたらいいのかっていうことね、あると思いますので、また今度その辺のことについてお話しさせていただきます。今日の話が役に立ったという方は高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。下の概要欄ご覧ください。メルマガ社長の大学の登録の URL が記載されております。メルマガ社長の大学は今口コミで広がっています。社内で回覧しているというね、企業もどんどん増えておりますので、ぜひ登録をよろしくお願いいたします。そしてもう一個プレゼントがあります。法人営業新規商談を激増させる方法というね、電子書籍なんですけども、こちらも無料でプレゼントしております。40ページだったかな、60ページだったかな、結構なボリュームがありますのですね、新規商談がね、なかなか増えないっていうので、困りの営業マンはぜひ読んでください。こちらの方もダウンロードよろしくお願いいたします。